こんにちは、チョメです。7年目第40章ストーリーパート5分の3からやっていきます。後半に来ました。前回の続きになっております。兄さんとちょっとお話をすることができました。父さんが R のリーダーだったっていうのか。冗談のつもりで言ってるなら全然笑えないぞ。冗談じゃないよ兄さん。父さんは兄さんも知らないって言ってた。それは本当に本当なのか。もちろん本当だよ。そんなすごい秘密をお前に隠しておくと思うのか。まあ隠さないよね。まあ隠さないかな。二人でずっと R を追いかけてるけど、それらしき情報さえ入ってこなかったし。だけど兄さんが父さんのことを知ってたのに、父さんが兄さんを知らないって言ったのなら、父さんは嘘をついてたことになる。いろんな可能性が考えられるから、真実と嘘をちゃんと見極めておきたいんだ。なるほどな。その気持ちはわかるよ、チビスケ。僕は R のメンバーだった時、呪われた部屋に全神経を集中させてた。だから僕が話したのはレイクピックだけだったんだ。R のリーダーと話す理由なんかなかった。父さんはレイクピックは組織の異端児だって言ってた。自分勝手な野望のために動いてたのに、R の代表だって言い張ってたらしい。なんだって、それはおかしいよ。それをどこで聞いたんだ。父さんが指揮官に僕を叫びの屋敷におびき出させたんだ。ちなみに指揮官はメルーラのおばさんらしい。指揮官がメルーラのおばさんだって。この邪悪な秘密結社は家族ぐるみで運営してるのか。父さんはそのことも言ってたよ。悪人は R じゃないって。腐敗は魔法省の中にあるって。僕たちが聞いた R の情報は全部間違ってるって言うんだ。 R の使命はあくまでも知識、正義、平和にあるんだって。彼の言い分を信じるのか。今は誰も信じられないよ。父さんにもそう言っておいた。父さんが R か。なんて展開だ。どうりで R が僕やお前に固執するわけだ。兄さん、 R のリーダーを父さんって呼ぶのはこの世界に僕たち2人しかいない。だけど僕たちだって父さんのことはそんなによく知らないよ。何か思い出せることはあるか。8時間星3個で合格。父のことを思い出す。家の階段のところでおんぶしてもらったのは覚えてる。小さい頃の記憶の断片でしか思い出せない。昔の父さんは知ってたけど今はどうだ。あの時住んでいた家は今見たらすごく小さいんだろうな。あの時は自分が小さかったから全てが大きく見えた。父さんは僕たちと連絡を取らなくなったことを後悔してるんだ。心から悔いてる気がしたよ。パンケーキを焦がして煙の知識が鳴ったことがあったな。違う、煙の知識だ。煙探知機みたいな感じか。家の階段のところでおんぶしてもらったのは覚えてる。ちょっと文字がちっちゃいからね、読みづらいんだよね。この世界には悪人がたくさんいる。その人たちだって誰かの父親なんだ。父さんが汚れたスリッパ、穴が開いてたな、覚えてるか。小さい頃はたくさん笑ったけど、なんで笑ってたのか思い出せない。あの父さんが R のリーダーだったなんて、どう考えていいかわからないよ。毒キノコ物語を読んでくれた時、父さんはいろいろな声をしてくれたな。父さんが出て行った時、お前はすごく小さかったのに、そんなにも思い出せないなんて。じゃあこれエネルギー右上たっぷりあるから、ちょっとサクッとね、やっておきますね。これいいね、右上の残りエネルギーで、どんだけ消費したかわかるね。はい、ゲット。スリッパやパンケーキ、毒キノコ物語やおんぶ。父さんの思い出は断片ばっかりな気がするな。ちゃんと知ったのが思い出せない。R のことをあんなにも憎んでたのに、それを聞いてるのが子供の頃に大好きだった人だなんて。大好きだった？今はそんな感情がないのか？父さんは僕たちを捨てたんだ、チビスケ。どんな理由があろうと関係ない。どんなに後悔しても関係ない。少なくとも僕はそう思ってる。僕が良ければ僕ともう一度やり直したいって言ってるんだ。断って思い知らせてやったか。それはできないって言っておいたよ。それでいい。僕ならもっと暴言を吐きながら言ってただろうな。だけどこのまま諦める気はないみたいだよ。とにかくこれから何が起こるにせよ、僕の気持ちは兄さんにしかわからないし、兄さんの気持ちも僕にしかわからない。だから今まで以上に2人で力を合わせる必要があると思うんだ、兄さん。ちょっと考える時間をくれ。父さんのことか、それとも2人で力を合わせることか。お前はもう頭の中を整理できてるかもしれないけど、僕はできてない。父さんにも僕は会ってない。僕が唯一確信を持てるのは、父さんは信用できないってことだけだ。だからお前が父さんを信用する可能性があるなら、力を合わせるには無理な気がする。兄さん、こんな状況でどうして確信なんて持てるんだ。
お前はもういろいろあって疲れてるだろう。今は学校に戻るんだ。普通に振る舞うんだぞ。簡単に言わないでくれよ。だけど、わかった。今はとりあえずホグワーツに戻るよ。友達と会う。友達が集まった。中庭で私たちに会いましょう。すぐやってきました。やあ、チョメ、久しぶりだね。気分が沈んでるみたいね、チョメ。その方がミステリアスでいい感じよ。ベアトリスも久しぶりに話したな。何してんだろうね、ベアトリスのところがめっちゃ気になる。誰にも言わないでほしいんだけど、僕のおばあちゃんが果物を送ってくれたんだ。公式ルートで手に入れたわけじゃないらしい。チェスしてる人もいる。チョメ、あなたと会うのは随分久しぶりな気がするわ。私のいないところですごい冒険をしてたんでしょうね。もしかして R 関係かしら。どんなことをしてたのか教えて。別に大したことはしてないよ。そのいつも通り普通のことをだけやってた。だから特に話すことはないよ。 R のことなんてなおさら。なんだ、緊急事態が発生してコーリーと一緒に対応しに行ったんだと思ってたのに。今朝コーリーと図書館で会う約束をしてたんだけど来なかったんだよ。もしかして何か問題に巻き込まれたのかな。コーリーは家族から急に呼び戻された。コーリーは病気だった。コーリーは森で迷った。森で迷ったって言っとこうか。コーリーは禁じられた森で迷ったんだ。出席の義務がどうのって言ってたよ。迷った？それはびっくりだわ。コーリーは方向感覚はいいから普段は道に迷うことはしてないの。彼女のことをそこまで心配する必要はないよ。もう大丈夫みたいだから。僕にはごまかすための作り話としか思えないよ。コーリーは何かを隠してると思う。どれなんでもこんな感じになるんだろうな。それはどうかな。道に迷うってかなり怖いぞ。そのせいでその日一日の気分が台無しになったりもする。僕はコーリーは勉強をサボりたくて嘘をついてると思うな。そういうことをするのはあなたでしょ、ジェイ。コーリーは勉強が大好きよ。ただ約束を忘れただけって可能性もあるよ。なんかいいね、このアングル。すごくいい。君はどう思う、チョメ。コーリーは何か隠してるように見えたが、ほら今にも泣きそうな顔してる。チョメ、もう言った方がいいと思うんだけどね。あ、ごめん。なんだって？なんだかぼーっとしてるな、チョメ。大丈夫か？会話を楽しんでるだけ。考えることがたくさんある。もうこれ正直に言おうよ、ほんと。うん、ただ考えることがたくさんあるんだ。そうだよな。僕もイモリの試験のことで頭がいっぱいになるんだ。いい成績を取らないと母さんに怒られる。うん。イモリはすごくプレッシャーだよ。将来がかかってるし。あなたが勉強のことで不安があるなんて珍しいわね、チョメ。そうだわ、試験のことで頭を悩ませてるならいい気分転換があるわよ。すごい噂話を聞いたの。今までにないすごい噂よ。これを聞いたらきっと気分が良くなるわ。さあ心の準備はいい？なんかこの日常会話ってすごくいいな。3時間星5個で合格。噂話を聞く。ミルはグリーンゴッズの仕事で手一杯なんだ。闇の魔術に対する防衛術の前の先生は何も言わずに逃げたらしいわ。さあいろいろ聞かせてくれ。闇の魔術に対する防衛術の先生が新しく来るらしいわ。マジか。噂によると元ホグワーツ生が先生として戻ってくるらしい。噂は噂、信憑性には欠けるよ、ペニー。1年生は皆スネープ先生が吸血鬼だって言ってる。こういう他愛もない話をたまにはしたくなる。先生なんて誰でも同じだよ。ハグリッドが保護地にいろんな魔法生物を連れてきたって聞いたよ。僕は別にフィルチが猫のベッドで寝てるなんて言ってないよ。ただそれを否定して闇の魔術に対する防衛術の先生は何かに怯えて昨夜に夜逃げ出したそうよ。あ、右の方タップしていくのか。僕が1年生のレイブンクローと遊ぶのって変かな。おばあちゃんが裏のルートで手に入れた果物のことは誰にも言わないでくれ。それ最初からもう言わなければいいんじゃないの。また姉さんが噂話してる。相変わらずね。はい、星5個集めました。ゲット。新しい闇の魔術に対する防衛術の先生が来るのか。前の先生は昨夜に夜逃げしたんだな。前の先生が何か恐れて逃げたのかは誰も知らないけど、ダンブルドアは緊急で代わりの先生を雇ったそうよ。早速今日から教えるんですって。だけどビルは、グリーンゴッツで窃盗事件があって以来ビルは呪いを破るために残業続きさ。すごくヘトヘトになってる。あともうすぐグリーンゴッツのために長期の出張に出るらしいよ。どこに行くかは教えてもらえないけど。この新しい先生だけど何か情報はないか。名前とかどこ出身なのかとか。
僕も気になって調べてみたけど何もわからなかったよ。紹介があるまでは身元がバレないようにしてるのね。ということは興味深い人が来るってことだわ。断然気になるよ。新しい謎が舞い込んできたな。僕は前みたいに死ぬ思いをしないなら謎解きしてもいいよ。とは言っても僕たちの場合はその保証ができないな。うん。どうしたのチョメ、まだイモリのことを考えてるの？いや、というかこの新しい謎が気になるかな。それならもうすぐ闇の魔術に対する防衛術の授業が始まるわ。どんな先生なのかすぐにわかるわよ。そうだな、ペギー。授業があるのをすっかり忘れてた。それじゃあ授業に行って闇の魔術に対する防衛術の新しい先生が誰なのかを突き止めよう。いや、すごく楽しみですね。ちょっと後半カクカクしちゃったね。授業に行く。早く新しい先生に会いたいわ。時間になったら教室まで来て。3時間待ちになりました。新しい人と会うのって楽しいって誰かが言ってるのを聞いたことがあるわ。今までいた先生って本当に無能で信用ならなかった。これまでのパターンを考えると新しい先生がそれをさらに上回る可能性があるわ。悲しいわ。新しい先生はビルみたいに優しい人だといいわね。ではやっていきます。ねえ、聞いた？著名、闇の魔術に対する防衛術は今日から新しい先生になるそうよ。うん、ペギーが教えてくれたよ。新しい先生が誰か知ってるのか？僕の周りは誰も知らないみたいなんだ。私も知らないわ。予想するぐらいしかできないけれど。きっとマットアイみたいに年がいった人よ。ビルも僕たちに比べれば年がいってるよ。まあビルじゃないのはもうわかってるけど。もしかして新しい先生は密かに悪人なんじゃないか？ずっとそういうパターンだし。あなたはどう思う？チョメ、新しい先生はどんな人だと思う？マットアイみたいなベテラン、ウィルみたいな若い臨時教師、レイクピックみたいな枠人。まあね、闇の魔術の防衛術に対する授業はね、悪人が多いですからね。僕たちの今までのパターンを見てると、新しい先生はレイクピックみたいな邪悪な魔女か魔法使いなような気がする。またレイクピックみたいな人だったら皆で締めてやらないとね。闇の魔術に対する防衛術の先生に関しては信頼できる人がなかなか来ないよな。本物の悪人が授業を教えていたこともあるし。あなたの予想はかなりいいと思うわ、チョメ。他のクラスメートも同じ意見か聞いてみましょう。誰か情報を持ってたらあなたの予想が当たってるか確認できるし。だからクイレル先生の前の人って感じか。3時間星国で合格、クラスメートと話す。新しい先生は飛行がうまいって予感がするよ。ビルに恨みがあるとかじゃないんだ。でもちゃんとした先生が闇の魔術に対する防衛術を受け取ってくれるのが。ピッツでさえ新しい先生のことは全然知らないらしい。ジェイ君寝てるのに喋れるんだ。新しい先生が人間だとは限らないわよ。ケンタウルスって可能性もある。あ、確かにそういう線もあるかもしれないな。動物かもしれない、もしかしたら。新しい先生のことを他に聞きたい人はいないのか？体の一部を魔法道具に差し替えるとしたらどの部分にする？先生たちが話してるのを聞いたことがあるんだけど、色のことを言ってたわ。グリーンだったかしら。何も知らないしどうでもいいわ。若くて優しくて頭のいい先生だといいわね。新しい先生は血統かどれくらい強いのかな。他の先生たちが新しい先生について話してたからちょっと盗み聞きしただけよ。新しい先生がどんな人なのかすごく気になるわ。予感するっていうか全く見当もつかないよ。予想ね。先生がビルみたいな人じゃなかったら僕はそれで満足だよ。はい、星5個合格。カエルチョコのボーナスもゲット。闇の魔術に対する防衛術の新しい先生について他の先生が話してるのを聞いたのか、チューリップ。最初はそう思ったんだけど、よく聞いてみたらただ色について話してるだけだったわ。グリーンがどうのこうのってファッションかしら。すごく奇妙だったわ。グリーンか。それが名前って可能性もあるぞ。そういう名前を前に聞いたことがある気がする。あ、この人かな、新しい先生。さあみな、闇の魔術に対する防衛術の新しい先生についてひそひそ話すのはそれぐらいにして、その先生はもう到着してるから話してる内容が聞こえるかもしれないわ。それじゃあ自己紹介するわね。新しく闇の魔術に対する防衛術を教えることになったからよろしく。わ、全然年寄りじゃないわ。すごく気さくな感じがする。
あなたが言ったように新しい先生が密かに悪なのかは時間をかけて突き止めるしかなさそうね。あなたたちの中には私が密かに悪者かもしれないって考えてる人がいると思う。でもだからこそこの授業を取ってるはずよ。私が悪だった時に備えてこの授業を取って自分の身を守る方法を学んでる。新しい先生ってちょっとダークな一面があるわね。結構好きかも。どこかで見たことがあるような気がするな。どこだったっけ？私が昔あなたたちと同じくホグワーツに通ってたのはもう聞いてるかしら？闇の魔術に対するボーイズに関しては私自身の経験はちょっと波があったわ。でも心配しないで、何年もこの実習経験を積んでるから先生としてあなたたちに十分教えられるわ。闇の魔術で何年も実践経験を積んだ。密かに悪って可能性がちょっと高くなったわよ。あの先生名前は何だったっけ？そういえばまだ言ってないわ。そのうちみなとは友達みたいに仲良くなれたらいいなって思ってるわ。それじゃあ最後に私のことをグリーン先生って呼ぶのはダメよ。絶対にやめてね。堅苦しいのは嫌だからオリビアって呼んで。ちょっと待て、新しい先生はオリビアグリーンって言うのか？さて早速今日の授業を始めるわよ。すぐそこにどんな闇が潜んでるのかわからないわ。どうしたのチョメ、すごくびっくりしてるけど。オリビアグリーンだ。兄さんの同級生だよ。知ってる人なの？いや知らないけど話は聞いたことがあるんだ。兄さんと一緒に呪われた部屋を探してたって。それでその時兄さんは R に呪われた部屋を調査するように言われてたんだ。それじゃあつまり闇の魔術に対する防衛術の新しい先生は R に協力してたってことだ。はい、すごくいいところなんですが、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回またね、アップデートされたらね、やっていこうと思います。みんな真剣に聞いてますね、授業。